い、どうもこんにちは。こんばんは。こんばんは、くまです。猫です。くま猫チャンネル。へー、浦和レッズ戦、はい、まあ、残念ながら1対2で負けたわけですけど、はい、この試合を振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、この試合まずスタメンはジャン、はい、先発こうでした。はい、山下くんだ、白崎くんもいる。そう、さあどうなるという感じだったんですけど、はい、まずね、序盤トスは同数プレスをかけてました。はい、プレスって何？プレスってね、相手にね、めっちゃね、プレッシャーかけるの。どうやって？近寄ってって。そう、近寄って、ね、待って、小島よしおみたいな。おい、もうよしおだと思えば、ウェーイ。これ見てください、牧野に山下がウェーイしてて、岩波に小山瀬がウェーイしてて、酒井にはフェリックスで、西、これ唯一ウェイされてないの誰かわかります？うん、え、これ平野。そう、平野くんがウェイされてないよ、唯一。うん、平野くんはね、いいポジション取ってたんですよ、前半から。ね、いいとこでこうやってボールのね、抜けどころになってたんですけど、うん、平野くんに入った瞬間に、うん、もう樋口、白崎、仙頭してフェリックスあたりもう、うん、なんか一斉にウェイ一斉にウェイが発動して、あの、空いてるんだけどそこで取られるって、うん、まあ、平野くんね、 J2 から来て水戸からね移籍したばっかでもすごくいい選手なんだけど、まあ、序盤スピード感とか、うん、トスのプレスの速さに、まあ、ちょっとね、後手を踏んでしまって、ここが仮どころになってて、うん、トスはカウンターで仕掛けることが多かったと、はい、これ結構ハマってたんですよ、うん、で序盤いいチャンスがいっぱいありましたと、はい、でも、うん、そうやって攻めてるうちに、うん、ゴールはできなかったと、はい、で浦和がね、給水タイム明けにどうしてか来たかというと、伊藤君もちょっとこう下がったんだね、17番の、はい、でそこで仙頭君もさらに前にプレス行くと、うん、なった時に結局平野君もこうさっきみたいにつかまれてて、ウェイ、みんなウェイされてるじゃん、みんなウェイ、みんなでウェイ、もう困って浦和は、うん、蹴るしかなかったんですよ、前に。はい、そしたらどう、ここ、うわ、エドさん、島川さん、大変そう軽いな、動いてあるそう、あのね、後ろもボンって蹴ったら実はいきなり2対2になってたりするという、うん、2対2って、要は1人抜いちゃったらもうね、ゴールじゃんみたいな感じになる。1人抜いたらもうパギさん。そう、こういうピンチが数多く作られてしまって、あの先制点もね、ここを江坂がポンって裏に流して、秋元が島川との1対1、うん、抜いて、エドゥを江坂がパスで抜いて、島川を秋元がドリブルで抜いたんで、もうゴールだったという、うん、はい、そういうね、ちょっとシチュエーションを作られてしまいました、うん、でもこの試合どうすればよかったのかって言った時に、うん、まずは決めてれば勝ったよね、とりゃそうだろ今日は何、ロボット風なのにいやいや、で決定機決めてれば勝ってたって、こういうシーンがたくさんできてた。このシーン、どのシーンかっていうと、うん、後半にあの山下くんがゴールの上にふかしちゃったシーンなんだけど、うん、右サイドで白崎と仙頭がこうワンツーでポポーンとつないで、仙頭から中野フェリックス、そして中野フェリックスから山下ってこう出たシーンなんですね、はい、でこの黒い枠の中、瞬間的に青の方が多くないですか。こんな感じで中央で数的優位を作って山下が抜け出るっていうシーン、結構たくさんあったんですね、うんうん、こういう時にまあ決めてれば勝ったっていうのは一つまあ間違いなくあると、はい、たださっきも言ったように、こんだけ人数かけて攻めると戻るね、うん、後ろ、うん、大変、エドさん、ま、島川さん、大変そう、あー、こうリピートするのねそういう仕組みなのね、うん、猫みたいな、はい猫みたいな、これ読んでみたいな、そりゃそうだろはい猫という感じで、これ表裏一体の攻撃になっちゃうんですよね、うん、でもまあこれがトスの特徴なんで、はい、簡単にやめるわけにはいかないと、はい、でも毎回毎回全員上がって全員下がるとやっぱ大変じゃないですか、うんうん、はい、じゃあどうすればよかったのかな。回2、はい、ホームだったわけじゃないですか、浦和は、うんうん、で1対1に追いついたとトスがうまく、うん、浦和に攻めさせるっていう手があったんじゃないかと。誰だって攻められたくないぜ。いや、そうなんですよね、攻められたくはないんだけど逆ですよ、うん、空いてる分だけ彼はね、どん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 前進してくるんですよ、前に、うん、空いてる分だけ自分がボールを持っても運べるし、はい、前でもプレーできるんで、うん、どんどんこっちが苦しくなってくるっていう、そういう圧をかけれる選手なんですね、うんうん、でウェイしてくる、ウェイしてくる、めっちゃ、うん、で大畑くんが対応してたのよ、うん、酒井に、うん、それはすごくいいんだけど、うん、やっぱ大畑くんが外に行くとエドゥと島川が中で1対1だったじゃないですか、さっきと同じように、はい、だから中野フェリックスのポジションがぐーっと下がってくると、うん、
まあ、そうすると何が起きるかっていうと、うん、ここで後ろ人数引いて守れば大畑とエドと島川のところで数的有利になると、はい、ただ中央で相手のが多いねとか同じ人数だねっていうふうにはならなくて、うんうん、だ逆にこれ前線見てください、うん、さっきの浦和と逆でトスが数的同数になるじゃん一瞬、はい、だから酒井くんを途中で出したじゃん、うん、酒井って体強いじゃないですか、はい、だからこんな風にちょっと誘い込んで酒井を使って、うん、数的同数でもうぶち破るみたいな、早めに前に蹴るみたいなのをもしかしたら意識したんじゃないのかなとは思う。でもそうはならなかったよ。いやそうなんですよね。なぜかというと突然ビルドアップがめちゃめちゃうまかったんで、はい、ボール持って運べちゃうから、そうだね、みんな前に行っちゃってみんなで行こうぜ、みんなで攻めれちゃってたから、うん、なんかそれを繰り返した方が点になるんじゃないかと思ってついついやっちゃうわけなんですね。これはもうね、何が正しいとは言えないです。そうだね、言えないんですけど、うん、同点とかでアウェーでとかっていうのを考えたら、うん、堺っていうねその軸があるなら、うん、浦和にしてやられたような手をこっちが仕返しても、うん、まあ、よかったんじゃないかというのは一つの案であって、はい、終わってからなら何とでも言えます。そうです、はい、じゃあまとめです、はい、トスはいい形で攻めれてしまう、うん、ポゼッションもビルドアップもすごく上手くなったので人数かけてみんなで行く、うん、みんなで行くとみんなで戻んなきゃいけないっていうね、うん、みんなよく走ってるぜ。そう走ってるんですよ。ですけど同じ理由でセレッソ戦も 3-1 から追いつかれたじゃないですか。思い出したくない、思い出したくないね。浦和で先制されたのも基本は同じ仕組みなんですよ。なるほど。でもこのビルドアップとかボールを持つってことをねやめることはねないんですよ、トスは、うんうん、それが今のトスのアイデンティティですからね。みんなよく走ってるぜ。そう本当頑張って、まあ、というわけで浦和戦、まあ、惜しくもの攻めきれなかった、仕留めきれなかったというところはありますけど、はい、まあ、逆に言うとね浦和はこの、まあ、ユンカーが怪我だとか小泉が怪我っていう中で、うん、少ないチャンスを決定機につなげるっていう確率、うん、まあ、ものすごく高かったですね、うん、ちょっとさっきのところに戻ると、うん、はい、要は後ろから長いボール蹴った時にものすごくその長いボールの質が良かったんですね、うん、綺麗に通ってた、はい、でそこで人数が少ないながらも攻めさせておいて攻めるというこの回数自体は少なかった、少なかったけど、はい、うん、これが決定機になる回数は多かった。うん、要は2回例えば前線に蹴ったら1回はシュートまでいけるみたいな、うん、トスは5回ぐらいこの人数をかけてわーって言ってあ取られた、わーって言ってわー取られたっていうのを5回繰り返してやっと1本2本のシュートみたいな、うん、そういう感じで決定機の数というのは、うん、ほぼ互角だったんじゃないかな。それだけ浦和がよく、まあ、対策していた、うん、よく練った戦術で今いるメンバーでやれることをやってきたと、うん、逆に言うとトスはその浦和にそんだけの対策を取らせるぐらい、うん、まあ悩ませるチームになってるわけですよ、うん、しかも一本決めてれば、はい、もう一本決めてればきっと勝ったんじゃないかとぐらい押し込んでたわけですから、そりゃそうだろう。そうでしかもね、この試合白崎くんだけじゃなくて小泉、はいはい、そして岩崎くん、はい、新加入が全員デビューしました、ね、拍手。みんなねこれからどんどん馴染んでいく中で、うん、こんなシビアな公式戦の中で3人使えた、うんうん、これはもう今後にとってねもう多大なる収穫、うん、大きな財産ですよ、はい、ということでねこの試合は勝ち点を失ってしまったわけですけど、はい、いやトス全然これから上がっていくよねっていう空気が見える。もう上がっていくことしかない、ね、ない、うん、でただ、はい、浦和も、うん、こういうやれることをやるということで勝ち切る力や、はい、こっから小泉やユンカーが戻ってきたらさらに決定機も上がるポゼッションもできる、うん、そうだね、浦和もこりゃ上がっていくんじゃないかと、うん、そういう兆しが見えた試合でした、はい、というわけで熊解説のコーナーでした。皆さんまたさよなら。ありがとうございました。